ですね。あの鹿児島あまりあのスティールのイメージないんですけれども、これからどんどん増えていくんじゃないですか、ね。なんで知ってるんですかそういうこと。イメージがない。すごい日本通ですね、さすが。いやいやいや。あのただですね、あの摩擦センチいるじゃないですか。で木村選手もそうなんですけど、はい、彼らがですねやっぱりすごいスティールダーツ好きなので、あの彼ら次第ですね、うん、そうなんですよ。そして、うまいのでね引っ張っていってる感じしますね。はい、はい、ミドル入りました。さあこれは木村選手先行になりますか。さあ45スタート。スロースタートですね。ここでスコアスタート。柴田選手大きくリードできるか。いやーここのここのスイッチ決めてきますね。スイッチ上手ですね柴田選手。限られた試合ですけれども何回もスイッチ決めてきてるので。そうなんですね。20トリプルからの19トリプルっていうねラインがすごい上手です。さあ137からの140、最高のスタートを切った柴田豊和。そうですね、高校でこの削りは素晴らしいですね。さあ負けじと木村康隆が135を取ってきました。何なんですかこれ。いやいや柴田選手乗ってきましたね。今日選手ちょっとコメントもいただいてるんですけれども、はいはい、カウントアップ予選に関しても2人とも1000点難しいです、1000点出したいですということとのことです。ねえ、まあ、柴田選手だったら、いやその気になったら1000点出すと思いますよ。柴田選手も木村選手も、ただそのねやっぱりこうそこの自分のこうまあその諦める見極め、諦めるっていうか、まあこの辺でいいんじゃないってなったんじゃないですか疲れて。2投目この流れ多いですね。あの残に10あの8ダブルで、あのそこでもう決めるという、あの柴田選手のスキルすごいですね。あのやっぱりこう高さだけでもうそのまんま同じように飛ばせますからね。はい、いやこれ柴田選手もう止まらん感じしてきましたね。ちょっといや今日の調子すごく良さそうですね、本当に見ていて。いや木村選手も負けじとついていってますけどね。柴田選手からちょっとコメントもいただいていて、はい、ダブルス、はい、できたら浅田選手とペア組んで優勝したいですって書いてありますね。ダブルスって、そのどのダブルスですか。あのワールドカップのダブルスですかね。あその前にその浅田、多分浅田選手多分かなりピンチだと思いますよ。16に残るのがまず16に残ることですね。そうなんですよ、はい、かなり浅田選手多分もう
次の第6戦でもうベスト8とかベスト4、ベスト4以上ぐらいいかないと難しいと思います、浅田選手。いや素晴らしい、すごいっすね、やばくないですか。このでも木村選手もね乗ってきてますけど、ね、まだまだ分からないです。今のは弾かれたんですかね。今のちょっと分かりづらいですね、弾かれたのかちょっと投げミスだったのか。さあそしてインナー、いやートライすごい、すごい、118から3本目まで持っていけるか。そしてうん、いやー木村選手もねここでトライまで行くとはさすがです。ここは1に行くのか9に行くのか。1ですね、さっきも1、先ほど得意なダブル、ね、12ダブルっておっしゃっていたので12、18が得意って言ってましたね。そうですね、いや強い、17キープ。いやこのダブルのこの決める感じって柴田選手すごいですね。いや安定感、チェック率すごく高いですね。すごいですね、全体大会投手のチェック率が知りたいぐらいですですね、全体のね。木村選手得意なダブル10ダブルなんですけれどまだ持っていけてないですね。いる、まあ、柴田選手の点取りがすごすぎで、ちょっとここでロースコア、ロースコアですね。これだと柴田選手乗りますよね。そうですね、スイッチちょっと横でしたかね最後の。さあ木村選手、木村選手もね点取りで、少しね頑張ってをついていってるんですけど、とりあえずまずこの先行のレグを取りたいですね。まずトリプル1本、あここでサイドに、そうですね、2本目までにトリプル絡めばあの上がり目出しやすかったんですけれども、投げミスですね。柴田選手はこう下からこう狙ってる感じですかね。そうですね、割と下から乗せていくような感じですけれども、はい、だけど隙間さえあれば上からでもなんか、入るイメージさえあれば入れる感じですけど、スイッチも全然苦にしないので、結構何でもできる感じですね。そうですね、結構柔軟に、ダルブルもそんな感じらしいんですけども、結構柔軟にいろいろと対応してる感じはしますね。さあそしてもう一本ですか。そして20戻れますね。でここベイビーフィッシュ、トライまでいけるか。ベイビーフィッシュって言うんですね。はい、トリプル1本、トリプル1本からのダブルをベイビーフィッシュって言うんですね。そうですね、子供がフィニッシュって感じですか。まあビッグフィニッシュ、ビッグフィッシュからのベイビーフィッシュですね。ベイビーフィッシュ流れで、ちっちゃい魚ですね、ベイビーじゃないですね、はい、
さあ、そして45残り、ワンチャンス回ってきました。これしっかり決めたい。決めた。この先行キープ大きいですね。木村選手、こういうのしっかり流れ取り戻したいので、はい、木村選手からしたら。やっぱり下から攻めてますね、柴田選手。下からしっかりと。ね、やっぱりこの木村選手、この横、たまに外す横ずれが課題ですね。そうですね、ちょっとその辺がちょっともったいないところありますね。140。強い。あと柴田選手はフライトを使っているフライト小さめなので乗せやすいんですよね。まあ、どちらかといったらスタッキングさせて入れるんじゃなくて、ダイレクトで狙う感じですよね、柴田選手。ダイレそうですね、まあ、または下に刺さっても小さいフライトだと小さめだと狙いやすいので。さあ、そしてちょっと納得してないですね。そうですね、上がり目出したかった感じです ね今のはミスですね。3投目だけど圧倒的に今は有利ですね、柴田選手。トリプル捉えた。もう縦ラインで。ここ決まらずですけど、うまくぶつけたように見えたんですけどね、ちょっと入らなかったみたいで。あそこは今のところは刺さったダーツをマーカーとして決めるところということですね。そうですね、移動してちょっと角度をつけてぶつけたように見えたんですけれども。さあ、それでもこれね、上がり目ないので楽な局面。1投目、柴田豊和ベスト4進出です。